今回はマイクヘッドの簡単な作り方をご紹介します。このビデオはピクセルフォン流のビデオを元に作られています。Y 軸に一つセグメントが入ったボックスを作ります。あらかじめスナッピングのオプション、こちらをグリッドと頂点、こちらに設定してスナッピング機能をオンにしておくと良いでしょう。 スナッピングのオプションパネルを出すには、オルトキーを押しながら、このスナッピングのボタンを押すと、オプションパネルが出てきます。では、ボックスツールを起動して、大体、このくらいの大きさにして、Y 軸に一つセグメントを入れておきます。ボックスが完成したら、エッジツールへと切り替え、 この真ん中のセグメントのところのエッジ、これをダブルクリックしてループ選択します。選択できたら、W キーで移動ツールを起動し、横方向へと移動させておきます。また、ポリゴンモードへと切り替えて、この上下のポリゴン、こちらも削除しておきます。 ではこれからこのボックスを Y 軸方向にどんどん積み上げて長い縦のメッシュを作ります複製タブの複製ツールを起動しきっちり合うように移動させますこの時頂点を結合 このオプションをオンにしておいてください。そうすると、重なっているところの頂点というのが自動的に結合されます。大体、これくらいの高さになるように、Y 軸方向に複製して積み上げます。では複製したら、ポリゴンモードで、すべてのポリゴンを選択し、コピーペーストで、 複製を行います。複製したら、移動ツールで横へとずらします。ちょうど今2列になったような感じなので、この複製した方、こちらを回転ツールで180度回転させます。ちょうど互い違いになったような感じですね。こんな感じに並べます。 そしたらポリゴンの選択を解除し、この2列の組をさらに横方向に対して複製します。先ほどと同じように複製のツール、こちらを使って、横へと伸ばします。できれば正方形に作りたいので、もうちょっと 数を増やしておきましょう。大体このくらいですかね。はい。では、さらにこのポリゴンをすべてまた選択し、コピーペーストで複製したら、今度は、正面方向から90度回転させます。 そうすると、どうなったかというと、こういった感じで折り目が編み込まれているような形になります。タブキーをしてサブディビジョンへと変換してみると、このような形になります。うまく頂点が結合できていないところが、このように、尖った形になってしまっているところがあるかもしれませんので、そのような時には、 焦点サブタブにある結合。こちらのコマンドで結合すると綺麗な折り目になるかと思います。折り目のサイズがちょっと大きいというようであれば変形タブのプッシュツール。こちらの方で後から修正をかけることも可能です。 それでは、今度はこれをマイクヘッドの形状に合わせて変形していきますが、まずはマイクヘッドの形状、こちらを作ります。最初に単位立方体、これを作ります。一番下にある面というのは、後で削除していきますので、あらかじめ選択セットを作っておきます。 一番下の面を選択し、ビューポートの何もないところを右クリックして、コンテキストメニューを出したら選択セットの追加。こちらから名称、何でも良いので作って、OK ボタンを押します。では、ポリゴンの選択を解除し、サブディビジョンを3回かけて再分割を行います。 この状態で、先ほど一番下の面にあったところ、これを削除します。今度は選択セットを呼び出したいので、もう一度、ビューポートの何もないところを右クリックして、コンテキストメニューを出したら、選択セットの呼び出し。これで先ほど作ったボトムというこの選択セットですね。こちらを呼び出します。そうすると、先ほど再分割を行う前に、 一番下の面だったところがすべて選択されている状態になりますので、これをデリートキーで削除します。これがマイクヘッドの大まかな形状になります。この形状に対して網目のメッシュをぴったりとかぶせるようにします。ぴったりとかぶせるためには UV トランスフォームの機能を使用しますので、まずこのマイクヘッドの UV というのを展開します。 UV 編集のレイアウトへと移ると、あらかじめ最初に作ってあった UV が出てきますので、これは一旦削除しておきましょう。そうしたら、この先ほど削除した、このポリゴン周りのエッジ、これをエッジモードでダブルクリックして選択します。この選択したエッジを元に UV を展開していきます。 展開ツールを起動し UV のビューポートをクリックしたらこういった形で自動的に UV が展開されるようになります UV ビューポートのオプションここの中の歪みの表示こちらをオンにしてみるとこの UV の歪みというのが視覚的に表示されるようになりますできるだけこの歪みがない状態にしたいので UV リラックスツール こちらを起動し UV ビューポートをドラッグします。そうするとこの反復回数の値、これでどんどん歪みがないように展開していきますので、だいたいこれぐらいになるまで展開を行います。UV が完成したら展開した UV が収まるように UV フィットをかけておきます。では、この UV の形状を実際のメッシュへと 変換します。テクスチャーメニューの UV をメッシュへ変換。こちらのツールを実行すると、新たにこのメッシュ2というメッシュが作成されたのがわかります。UV の形状と同じ形状のメッシュが作成されました。 このメッシュというのは実際の処理に使うということではなく、あくまで UV トランスフォームを使用する際の目安となるためのメッシュです。わかりやすいように UV メッシュと名称を書いておきます。では、最初に作ったこの網目のメッシュ。これが UV メッシュの内側へときっちり入るようにスケールをかけます。 今非常にサイズが大きいので、スケールツールでアクションセンターを原点にして、ちっちゃい値を入れて整列させてみます。だいたい今回の場合ですと、1.5%ぐらいにスケールをかけてもいいかなと思います。 あとは移動ツールで、この展開した UV のメッシュ、この真ん中に移動して範囲が収まるようにします。これで準備が完了しました。この UV メッシュはもういらないので非表示にしておきます。ここまでできたら、あとは このメッシュオペレーションのタブからプロシージャルモデリングで UV トランスフォームこちらを適用します。オペレーター追加からデフォームのカテゴリーにある UV トランスフォームこちらを追加します。ターゲットとなるメッシュ。今回の場合はマイクヘッドの形状になりますのでキューブのメッシュですね。こちら。そしてターゲット UV がテクスチャー。 これで OK ボタンを押します。そうすると、先ほどの編み目がキューブの形状にぴったりと沿うようになったのがわかります。UV トランスフォームのサーフェイスエラップ、このオプションをオフにすれば、編み目の盛り上がりもそのままにマイクヘッドの形状に合わせて変形するようになります。